久田は、京都府京都市左京区の最北端に位置する地区名である。本校では、同地域に、かつて存在したアタ郡群田村についても述べる。河合町、下の町、宮の町、中の町、上の町の5つの集落からなる。かやぶき屋根の民家が残る地域であるが、近年過疎化が進んでいる。中の町系度移動はおよそ北緯35度26分。 統計百三十五度八十七分。標高八百から九百メートルの山々に囲まれた集落で、夏は冷涼な気候であるのに対して、冬は寒さが厳しく豪雪でもある。従来は杉を中心とする天然木の供給や炭の生産によって生計を立てていたが、高度経済成長期に外材の輸入量が増加したことにより、林業中心の産業形態は、 変容を迫られた。農作物として、館所の栽培や、山菜加工が開始される一方、キャンプ場などのアウトドア施設が作られた。区田には、花笠踊りをはじめとする、様々な伝統行事が残っており、国や京都市の文化財として、指定、登録されているものも多い。花笠踊りは思え小渕社への豊作祈願、五国宝上の常時に感謝し、 毎年8月24日に踊られる。室町時代に軽で流行した風流踊りの流れを、組み、地域的特色の見られる重要なものとして、北の花笠踊りは1972年8月5日に、国の選択無形民族文化財に選択され、1997年12月15日には、国の重要無形民族文化財に指定された。宮の町の松上げは、 あたご山への喧嘩行事で、クタでは、チャチャンコと呼ばれる。毎年8月23日の夜に行われる。松で作られた、柱松と呼ばれる、高さ約10メートルの登場のものが設置され、その頂上につけられた逆円錐形の傘めがけ、手松を投げ上げる祭りである。1984年6月1日、クタグルの町松上げが、 京都市の無形民族文化財として登録された。毎年1月3日に志古淵神社で行われる山の神信仰の祭事。エビと呼ばれる特殊な履物を履いた神社のうじ子が弓を引く。1998年4月1日に、九田の山の神、お弓が京都市の無形民族文化財として登録された。地蔵盆の行事。毎年8月14日の夕方、 九田川に河原の小石と砂で地蔵を六体作り、霊を迎える。翌十五日朝に米、茄子団子式日、盆花、菓子、線香を備え、鐘を鳴らして十三仏念仏を唱えお参りする。郵便番号は、京都府道115奥田広川原線が、冬季閉鎖されて花生峠方面から九田に侵入できないという制約のため、滋賀県大津市の片田郵便局が集配を、 行っている。そのため、区田の拡張は、滋賀県で使われる郵便番号の上2桁、52を付して、次の通りになっている。520から461.520から462.520から463.520から464.520から0465、上の町。市外局番は、市内の立地域と同様、075。 市内局番は748局になっている。一般的な携帯電話は各社とも全域にわたり、長年県外であったが、近年ホーマープラスエリアでカバーされ利用可能になった。ISDN は使用可能だが、ADSL や光ファイバ通信網といった強敵な通信サービスは一切提供されていない。上記の通り便数が極めて少なく、またバス停留所からも遠いため、 公共交通機関の利用は不可能ではないが困難と考えられる。山の神神社上の宮神社のたぬきくたキャンプ場、くた村に関するカテゴリー。ありがとうございます。